こんにちは。今回紹介する美少女は上村ひなのさんです。この動画では上村ひなのさんの流し画像、ショートパンツ画像なんかのエッな写真を紹介しています。いいなと思った上村ひなのさんの写真があったら、高評価ボタンやこの写真前などの熱い思いをコメントに出してみてください。スリーサイズやカップサイズの公表はありませんでしたが、カップサイズは推定 C カップ予想が多かったです。残念ながら、押しつってや露出は生下着になってしまいますわ。めちゃめちゃキュートなので全然露出がないのは気にならない印象でした。普通にそれこそ生足が見えているショットも入っていますし、ショートパンツ姿なんかの画像も入れています。セクシー系は少なめですが、最初から最後までめちゃ可愛なのでぜひ最後までご覧ください。今回はそんな彼女のエッチッチなグラビアを見ていきましょう。日向坂46メンバー上村ひなのさんの生足めっちゃ出てる。着衣のグラビアやブログ配信の自撮りをオフショットのといった写真をプロフィール情報と一緒にお届けします。本人曰く極度の人見知り変な性格だという上村ひなのさん、渡辺美穂さんも美穂さんの想像をはるかに超えるくらい変わってますだそうです。今回はそんな変な性格説がある彼女のめちゃかわな着衣グラビア画像や自撮りの画像を入れて動画を作ってみました。上村ひなのさん、2004年4月生まれで東京都の出身。2018年8月坂道合同オーディションに参加。このオーディションに合格をしたことをきっかけにアイドルおよび芸能活動を開始。同年12月日本武道館で行われたライブでお披露目。2019年3月リリースの「キュン」から選抜メンバーに加わり、そこからはチームの中軸として活躍。この選抜入りをする前に初グラビアを披露していたということもあり、注目度はもともと高かったのかもしれないですね。アイドル活動の他に2020年1月には深夜のテレビドラマ「NASA だ」で女優デビュー。その1年前の2019年にはラジオデビューもしています。中学校の頃に美術部に所属をしていたそうですが、自身で考案した「文字丸子」「デコアルコ」「タピオカ丸子」「アドファルコ」「キャオリジナルの筋肉マンタラ」「くるくるま」というのもアイドルの天然は希少価値が高いので、今後も見守っていきましょう。では他チームの方々の出来押しコメントを見ていきましょう。最年少メンバーのはずなのに妙に落ち着いた雰囲気を持っていて若々しさはあまり感じません。ですが計算しているのかしていないのかわからない変化球としての一面は非常に面白く、技術派だなと感心してしまいます。日向坂唯一の3期生加入して間もないが、独特な世界観や数々の言動が話題になることが多い。おっとりしていて落ち着いてるが一言一言が面白い。グループの妹的存在でファンからの人気も高い。愛らしい見た目が魅力的。坂道合同オーディションで加入した日向坂46唯一の3期生、グループ最年少であり、ニックネームはひなのなのなのちゃん。唯一の3期生ということもあり、先輩メンバーからはものすごく可愛がられている。顔立ちが長濱ねるに似ており、長濱ねるの再来と言われた。番組などで徐々にその不思議なキャラが明らかになってきており、その魅力にハマるファンが続出。いつでもどこでも変化球ひなのなのというキャッチコピー。現時点で最年少ながら若林も一目置いてる天才大喜利美少女。またソロ曲一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せない。では予想を裏切る歌声にファンを驚かせるなど、とにかく変化球。とにかくいつでもどこでも変化球であり、発言が予想できなくて面白い。可愛さだけでなく礼儀正しさや素直なところも魅力の一つだ。さらにずば抜けた運動神経の悪さでバラエティでも大活躍し、ソロ曲でクールに歌い上げるなど他の人にはない魅力があって、とても応援したくなる。最年少ではあるがグループでの存在感は大きい。大喜利の天才上村ひなのその才能を爆発させたのは、 MC であるオードリーの若林さんにスポットを当てた2代目 B 期メンバーを決めよう企画。若林さんも認めるその大喜利センスは坂道全体でもずば抜けている。乃木坂の生田氏を彷彿とさせる大物作りに今後も目が離せない。それにしてもめちゃめちゃタイプ、単押し決定か。これはいつでもどこでも変化球というキャッチコピーでやっていますが、まさにキャッチコピー通りも子で目が離せない存在です。ビジュアルもパフォーマンスもバラエティも中学生とは思えないほど良くて、これからが末恐ろしいです。欅坂唯一の3期生として入っていっても、乃木坂欅坂含め全ての先輩から可愛がられる存在。緊張したことがあるのか、鳥
というくらい肝が据わっている中学生。いかがだったでしょうか。これからも美少女情報を発信していきますので、高評価やコメントよろしくお願いします。またお会いしましょう。